レドブルガは、オックスフォード大学が保有する中世後期の写本に、ウェッセックス王、エグバートの妻として記されている人物である。この写本の記述では、レドブルガは、レジス・フランク・オラム・ソロリア、つまり、フランク王国国王の妹に関わるものであると、される。これは、やや漠然としているが、カール大帝の4番目の妻ルイトガルドの妹か、もしくは、これより、 当園の人物ではないかと考えられている。レドブルガについては、時代が下った写本にのみ記述が見えるために、その実在性自体が疑問視されており、西ローマ帝国の皇帝とイングランド王の関係が古くからあったことを示す、ために作られた存在ではないかとも考えられている。時系列的には800年にカール大帝がエグバートとレドブルガの結婚を、 提案したものと考えられる。マーシア王をオファに追われたエグバートは、カール大帝のもとへ亡命を余儀なくされていたが、802年にイングランドに帰還し、ウェセックス王となった。ここで、カール大帝の宮廷にも、エグバートという貴族がいたことが、レドブルガが誰であるかを特定するのを困難にしている。亡命中のウェセックス王子が、このエグバートと同一人物であるという見方も、 提示されてきたが、こちらのエグバートは、ライン側からベーザー側までを収めるザク戦校であり、811年に死亡している。このエグバートの死後、残された妻は貧しい者を助け、後に未亡人と花嫁の守護聖人、ヘルツフェルトの聖意だとして知られるようになった。こちらのエグバートとウェセックスのエグバートが、同一人物であるとすると、レドブルガは聖意だということになる。 しかし、アングロサクソン年代期に、ウェセックスの王座を802年に取り返したとされる、エグバートが、実はウェセックスへ帰ったとされる年以降も長年に、渡って、カールの家臣として、ザクセンを治めた人物であるとするなら、イイダは、ウェセックスのエグバートと結婚したレドブルガではない。二人のエグバートは明日に決定的な開きがあるため、レドブルガを、 正義だとする仮説は大多数の学者によって否定されている。レドブルガはエゼルウルフの母であり、彼女の孫はアルフレッド大王である。ありがとうございます。